ありますね。ねえ、うん、もう結構いっぱい配信されてるようだしさ、はい、紹介されてるんだけど何ができますかね。はい、はい、まずはこちら、これから DMM ゲームズで配信予定の鋼鉄城のカバネリランをプレイしたいと思います。はい、すごい絵がとにかく綺麗ですね。ローディングが早い、絵がめっちゃ綺麗です。なんかすごい劇画調ですね。そうですね、実際に鋼鉄城のカバネリのアニメのチームが制作してくれた PV なのでアニメと同じ仕様になってますね。これ基本はフルボイスですか。基本的にはフルボイスですね、はい、やばい、敵が中に入ってきちゃったんですね。困った困った、スタートこれで始まっていくんですね。はい、なんか切ったのか。これはこうすると撃てる。これがスキルボタンで、溜まったらスキルが発動できますね。数字は秒数ですか。ターンですね。なるほど、じゃあ今これが撃てる予約したわけですね。絵がかわいい。おっぱいも入れるな。うん、すごい絵が綺麗ですね。特性も、動きも全部違うので、1キャラ1キャラ違う動きが楽しめるかなと。が多いからそれも楽しめますね。で今回注目なのは、キャラクターがもちろん動くのもそうなんですけど、背景も実は動き続けてます。原作知らない方でもここからハマれそうな感じですね。すごく今自動スキルにしているので分かりやすいです。自動スキルをして理解したところで外すっていうのもいいかもしれないですね。忙しい方のために、よかったらこれをもう一度してもらうと、はい、2倍速に。これいい機能ですね。今回の鋼鉄城のカバネリランに関しましては、アニメの鋼鉄城のカバネリの正統続編となっておりますので、はい、アニメファンの方もまず楽しんでいただけるかなと。そうですよね、はい、もう待ち望んだものですもん ね、ファンの方は、はい、そうおっしゃっていただいた通り、ヌメヌメキャラクターが動いたと思うんですけど、スパインという技術を使っておりまして、はい、アニメの時と同じような形でキャラクターがぐり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 動きながらゲームが楽しめるという、すごく背景までこだわっている感じが伝わってきましたよね。ちなみにゲームショーに遊びに来た方は何かもらえたりとかするんですか。はい、実は2点ほど用意してまして。やった、はい、じゃん、こちらは何でしょうか。こちらがですね、はい、右手のものがステッカーになります。おで、こちらはブースに立ち寄っていただいた方皆さんにお配りしております。全員いただけるんですね、はい、はい、こちらはで左手のものが缶バッジになります、ね、はい、でこれも今回限定の非売品になりまして、お、実際にゲームを使用いただいた方に皆さんにお配りしております。あ、なるほど、じゃあゲームを遊べばどちらももらえるっていうことですよ ね、はい、皆さんぜひブースに遊びに来てください。それでは鋼鉄城のカバネリランでした。松本さんありがとうございました。続いてのゲームはこちらです。パーアイデンティティ5です。そう、後ろに怖い方がいて2名いますね。怖い方が2名いるんですけど、あのこちらのゲーム見た感じとても怖そうなのでちょっと不安なんですけど、楽しんでいきたいと思います。それでは頑張るぞ。ハンター役っていう、この、ステージだと復讐者と呼ばれているモンスターが襲ってきます。なので、その復讐者に捕まらないように金色の、どうしたらいいですか。まっすぐ進んでください。あ、怖い、絶対いますよね。なのでマウスで視線を変えながら後ろからも襲ってきたりするので、そう、あ、いる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 。このゲーム、その光る、アンテナのところに暗号機というものがあって、暗号機を、あ、ダッシュってできないんですか。ダッシュってどうやってやんの。ダッシュってどうやってやんの。え、これ基本的には逃げるゲーム。プレイヤーさんどちらも選べる形になっています、ゲームとしては、はい、ただ今回は私有なので、はい、逃げる側。逃げてるんですよね。あ、これって私は何か攻撃できたりするんですか。基本的な攻撃は逃げる側はできないので、はい。持てるんだ。障害物をスペースボタンを押すことによって、扉が今壁にかかってたんですけど、
に、追われてる状態でその扉を倒しながら行くとハンター側からの、攻撃を、受け流せるという形ですね。これか Q ボタンを押してください。今これで暗号機を解読している状態です。で、アクションコマンドがここで発生するんですけど、はい、タイミングを合わせてスペースを押すタイミングがこの後来ます。なので、あ、はい、押してください。ああ、で、今これ失敗したので、また暗号解読ができるんですけど、はい、これ暗号解読を失敗してしまうと、ハンター側に居場所がバレるということなので、後ろを見ながら、そしてまた、スペースを押すタイミングが来るので、隠れながらも暗号機を解読していくという。あー、来てる来てる来てる、やれ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 、わー、自己回復を試みています。無理だよね、でも。あー、やだ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 、捕まりました、捕まった、わー、これで終わり、捕まった。で、あとは他のプレイヤーが、逃げてる側のプレイヤーがあと3人いるんですが、その他のプレイヤーに助けてもらうこともできるので、逃げてる側のメンバーは協力し合ってみんなで脱走していくと。あ、お隣の方、暗号解読してる。脱出ゲートを今開けてるサバイバーいましたね。これ、ここが脱出ゲートになっているので、この方が開けたら行けるんだ。行こう行こう、行けましたね。やったやった、無事脱出できました、はい、ね、やったどうだった、遊んでみて。ドキドキワクワクが止まらなかったんですけど。そうだよね、旗で見てても怖かったよ。はい、だけど、偶然隣の方がね、味方の方が助けてくださって脱出できたので、そういうのがチーム戦の楽しいところですよね。そうですね、というわけでたくさんゲームを紹介してきましたが、はい、他にも面白いゲーム、楽しいゲームたくさんありますので、ぜひ DMM ゲームズに遊びに来てください。はい、以上 DMM ブースからせんだい冒険。